RE3 編ボス戦ラッシュ、さあやってまいりましょうか。第1戦第一流城はこの方つか、こいつ以外にボスいんのって話なんですけど、あちょ待て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 、盛大なお出迎えありがとうございます。燃えろ燃えろ燃えピピピ燃えピピ燃えろ燃えろ燃えろ、人生はダイナミック花火でございます。ちょっと待って、なんかね、やばい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 、さあ燃えろ燃えろ、爆発爆発、すげえ背中が燃えてるけど大丈夫ですか。すげえ背中燃えピピピー、あーれまー。さあこいつはですね、心臓いろいろがね、あの心臓がなんかあの3つ4つあるですね。それはなんかあのどっかのラーメン屋さん、ちょっと待って、ラーメン屋さん、なんでラーメン屋さん、わからんわからんわからん、なんで燃やした、つい、さあ燃える、爆発、人生は爆発じゃー。ほら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 、遅いなこれも。なんかあれでね、もういろいろロッテのトップやってたらさ、こう早いハンドガンがあったり遅いハンドガンがあったりとか、いろいろむちゃくちゃ夢中、ウィートゥ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 、さあくる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 、遅いわ、破滅例のロンド、トゥイー、しびれろ、オッケー、いいね、しびれている間にあなたの玉弱視をぐちゅぐちゅしてやろう、足を生やせ。やばい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 、逃げろ、パンダ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 、遅いですね。なんかこれ最初に出てきた感じのスターズ、おしまい、チキチキチー。ということで第1戦終了でございます。では第2回戦、一体誰が出てくるのか、乞うご期待お楽しみに。ではでは、カッツ。いやいや、街道がなんか地下から燃えてきた。でもあいつもあれなのかな、丁寧にはしごを登ってきた結果こうなってるのかな。だとしたらすごいあれだよね、手投げというか可愛い感じがするよね、本当に。さあこのジルの表情がたまらんですよね。でもさ、なんかほら、X だったかな、いつきだかちょっと忘れたんだけどさ、細身で貧乳、わかる、エブで巨乳、わかる、細身で巨乳わからんってなってたけど、いや、栄養の集中のさせ方が上手な方だとこうなるんですよ。あ、そんなことができるのか。まあ、でもあれって結局遺伝だからね、遺伝結構大きく左右してるっていうのはあるし、であとやっぱそのどこに なんだろうな栄養を集中させるかっていうのは多少そのなんか若い頃の筋トレとかっていうのもあるらしいです。やっぱだから鍛え、10代20代の頃に鍛え、まあ、まあこの時のジルはさ、23歳と若々しい、もう僕10歳くらい年上になっちゃう頃なんですけど、やっぱりあのどこをこうね重点的に鍛えてかっていうので、あのそのまあ筋肉じゃないんだけどさ、おっぱいっぱいはさ、あの柔らかいマシュマロ、ふわふわでさ焼きマシュマロにしたらさ、なんかとろけるチーズみたいな感じなんですけど、まあそんなのどうでもよくって、くるっと回ってさ、いいじゃあジャンプチェ逃げて時計台へレッツゴー。時計台の謎解きとかマジで欲しかったよね。あのさ、ピー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 とかさ、チャ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 ンチャン、ブイーとかってなるやつとかってあれ結構好きだったんですけどね。ということでさあ、やってまいりましょう。第2回戦、トゥー。さあ、お前の爆発の方が強いのか、俺のゴリラの方が早いのか、日本語になっていないことなんかそんなことは気にしねえでさあ、どんどんやっていこうぜ、ファイヤー。まずはお前の爆発か、俺の青春か、どっちの方が強いかな。あーやっていーん、甘いぜベイベー、しょげないでよベイベー、よいしょ、ドン、爆発。まあこの弾が全部尽きるまでお前のことは爆発させてあげろ、やっぱり青春は前と外だ。オッケー、あらあら、まだあと一発残ってたんですよね。あー、くる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 、燃えろ、はっはっはっは、さあもっと燃えろ、あこれ今あれかな、お首のところからの一物が出ている状態なのかもしれない。このあの継続的ダメージでなんとかならないかな。ああー、しまった、あちょ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 って、回り始めた、あしまった、回り始めた、マイレボリューションちょっと早かった、こーっとさー、ドイーン来た、あー来た、ていさあ、何メップ、あれがやっぱあれなのかな、やっぱりあのどこもあのおちんちんが痛いザンスってなるのかな、もうってことはこいつがオスだっていうことがわかるんだけど、でも確かあれでもね、あのバイオンスタードの映画でもさ、マーッとかってなるもんね、マーッと、あやばい、みなぎってきてる、さすがのハンドガンじゃやっぱなめぷすぎて、おこなのかな、怒っているのかな、どうなんだろう、あ回り始めた、マイレボリューション、明日を満たせ、ふふふふ。ということで、まあ、あのコンテナ、なんかそう、あのコンテナがさ、ぶつぐブルン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 してるんだけどさ、あれ、もしかしてあれ、あの、バイオハザード、3みたいな感じでさ、
まあ、これまさに今これやってるのも3なんですけど、いやじゃなくて、俺が言いたいことはですね、あれですよ、あれなんですよねって言って って爆発さあ、ケイオケイ、あ、ちょっと意外と渋てーんです、てぃー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 、ういー、よかったな、まだ中には硫酸なんとマインスロア弾が残っているんです、さあお覚悟。でもさ、ちょっと待って、これあれ、これもしかして炸裂弾、お前炸裂弾と焼夷弾はもう残ってないんですってことは、燃えるっていうことがなんかちょっとおかしいんですけど、これマインスロアがノータイムでボッコボコに縛り上げられてるってことなのかもしれないですね。はーい、じゃあ行きましょうか。NEXT BOSS EYES LOVE。 あ、やってまいりましょうか。でもこの次がここのボス戦なのかなっていう、ちょっと疑問が拭いされない雨嵐っていうところなんですけど、あー、バカッパカラッパカラッパラゴー、こいつはポケモンに例えると一体何なんだろうな。でも左手が下で舐めるだもんな。じゃあもうゴースでいいや。うっしゃー、さあ登っていきましょう。さあここで見せつけるか、サスケの力ジェル。あーった、ここで来ましたサイモンですね。サイモンセール、そうサイモンさんさ、久々にさ違う映画で見たんですよ。ダイハード3に出てくるサイモンがですね、なんだっけな、とトータルリコールじゃなくて、マージンリコールだっけな、あれです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 、リーマンブラザーズを描いた2010年だか11年くらいの映画で、で、とある会社の会長だったか社長だったかをやってるんですけど、まあ自分の会社が潰れかけるってなった時に、まあそれを売りさばけっていう指示を出してね、自分のね、保身に走るっていうね、超最悪な感じの社長さんを演じてたっていうところがあったんですけど、ね、まあ60半ばにもなると、あそこまでね、なんかこう、なんて言うんだろうね、いろいろと、しわくちゃになるもんなんだなと思う。でもやっぱり、荘厳な雰囲気というか、イケメン具合っていうところは変わらないっていうところだったんで、やっぱり外国人って羨ましい。特にさ、なんだろうね、白髪とかさ、銀髪、金髪っていうところが、なんかその匂ったらダメなんで、似合う感じっていうのはさ、やっぱりすごいいいよねって思うんだよね。ほい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 。ということで、今まで、まあ、楽勝に戦ってたところが、やっぱり皆さんからすると、面白くねえんじゃねえのって思うんですよね。あれあれ？よいしょ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 。と思ったので、今回はハンドガン縛り、ハンドガン、ほい、やばい。あれあれ食らってる？あ、食らってた。もろ、ゴリゴリに食らってたわ。ほい、あ、ちょっと早かった。もっとこれね、くるっと回ってね。さあ、ということで、お前の体全身に穴だらけにしまうぜ。あ、ちょちょ、待て。あ、美味しくいただかれちゃいます。ゴリ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 、うい。あ、くる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 。痛い。これでどうな、まあ、まだ、高所塗ったら大丈夫だね。ふぅー、てぃー、あれ普通になんかあれだね。そうじゃないんだよ。違う、そうじゃ、あ、倒れた。あれ、あー、なんだ、あ、カルロス、あ、カルロスじゃないか。陰謀もじゃ。ここでかん、あれちょっと待って、あいつ、めちゃめちゃ近くにいると思うんですけど、あー、その濡れ滴ったおっぱいがもうたまらん畜生。おーしゃ、ごい。で、こうなった時に、ザコラッチ、サゲラッチ、チケラッチョ、無理、ちょ、逃げんな。で、どっかからザコラッチが来てたんですよね。あれザコ、あ、え、ザコ、あれザコが、あ、来た。ふい。第7タンクにいる、ん？ほんと？第7タンクにいるぞって言わなかった今。7の後ろにいる。ふい。あ、ダメじゃん。第7チャンク、気まぐれクック、カッカッティ、テッ、時間がかかっても確実に倒し散らかしたい、テッ、オッケー。で、すごいゾンビがなぜかやっぱりエリアモンスター、あれこれ今かわしたよな。エリアモンスターよりもってやっぱり23歳の若い女の子の方が大好きですって、あなたラブなんですって感じでこっちに向かってきてる。これシューって溶けてるけど、これ何、ショットガン、ザコが出てきた。ザコって言っちゃってるよ。いいのかそれで。で、どこ行った？第2タンクの裏、おい、あれ第2タンクの裏に、2の後ろにいる。ああ、 2？ これ食らわないじゃん。ヒュー、はあ、ビシッ、ちょ、ここに来て、マウス操作っち、はいー、でぃー、危ない。さあ、お前なんか、うおー、みなぎってきたー。ゾンビがかわいそうです。ゾンビが一番の被害者です。トゥー、甘い、甘散らかして、やば散らかして、そう。だいたいね、
あれ第二形態がね、あれでもそうか、腕が長くなってるっていうところがあるのかな、なんかあれだね、ネジネジに出てくるさ、あの、電磁戦隊、メガレンジャーに出てくる、ザコー！え？ 7？ ナンバー7、ビリビリ、あれ？これビリビリってならないの？あー、なってるなってる。超絶ビリビリタイム。で、落ちてきて、あれ？俺に任せろ。おお、あ、へえ、あんなのがあるんだ。知らなかった。初めて知った。少し手元くらって、こいつは使える。あ、そういうのがあったんすね。私初めて知りました。はい。やっぱりあの、いろいろとやってったら、知らないことがたくさんあるんですね。くるっと。で、あれこいつら溶けてなくなる？それとも死なない？死に散らかす？よし、いけ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 。ちょー、甘いですね。あー、なるほどね。ブッチュブッチュタイムか。なんだ、カルロスと同じ状態になるんですね。ほい、逃げる逃げる、逃げる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 、パンダ、パンダ。ゾウモツコから落ちてくる、ザコが出てきたー。でザコ？ザコどこ？ザコどこ？あー、なんか研究員、ヒラメ、プップップップ。はい、よいよいよ。あれ？研究員と？あ、あー、可愛い女の子が出てきてるじゃないか。きっと前世は可愛い女の子だった。あれだよね、これ。あー、でもなんかあれだな。下半身がちょっとデカめです。あー、やっぱりお尻の大きな女の子を、こっちを向いてよ。ヘアリーちゃーってなんだか、でもこの状態だとザコに食われちまう。ザコザコ。デイデイ。そう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 。あのさ、そこのエイリアンさん、そこのエイリアンさん、もっともっとあの、種付けするのに美味しそうな男の子たちがいっぱいいるんですけど、男の子たちはいっぱいいない。女の子しかいない。デイ。ん？あー、なるほどね。いいね。ナンバー8。ベレ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 。さあ、これで、ちょ。プレゼントフォーユー。いいね、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 いいね。さあ、倒れているところ。うおっしゃー、来たー。これでゴリラに向かってるっていうことを私証明いたしましたね。なんか点々がいっぱいさ、お胸のところにあったよね。あれ？ジルってあんなに乳首が入ってんのかな？よくわかんないでやんすね。まあ、ということで、いよいよラスボス戦に挑むチャンス確か、なんだ？うん、まあ、そういうことです。ということなので、顎がぽっこりと、割れ散らかしたっていうところで、カテキン緑茶に溶かされていく様子を見ながらですね、最終ラスボス戦というところに挑んでいきましょう。あれ？大丈夫だよね？本当に。本当に、俺、あれだよね。大丈夫かな？大丈夫かな？あれ、他にさ、だってカルロス編はさ、ボス戦というよりはザコラッシュっていうところだし、ジル編は病院で別にザコじゃないや、ボスと戦うわけでもなかったから、じゃあ、とりあえずラスボス戦で、最終的には、お注射天使リリー、もう R1 からのネタをこう引っ張ってくるんじゃないよっていうことなんですけど、どうのちょうだいましょう。マクボスはやっぱりお前だったのか、サイモン。そんな小型なハンド、ちょっと待って、ストッピー。お前、そんなハンドガン持ってないぞ、ジル。まあ、ムービーだから仕方がないよね。ゲームの仕様上にそんなところでチクチク文句言ったところでも仕方がないっていうことはもう、全人類が分かる。全人類から10分！すごい絶妙なところが割れ散らかしたんだけど、これ、よくよく考えたらお互いよく生きてたよね。特にジルなんかそういう転がり方をしてるってことは、もろもろこいつがボーンって、まあだからあれなんで、実はカテキンがあの片栗粉でさ、あの片栗粉があのグリコになって、まあ、ポッキーはママの味っていう状態になって、うわー、4箇所。4箇所じゃない、2箇所かな。今、ほんと、これほど素晴らしい。今、日本語が喋れないんで、このデータは高く売れるだろうな。だから諦めるしかないですね。まあ、じゃあバカ。まあ、金には変えられんっていうことなんで、まあ、日本語をなんかいろいろとベラベラ喋ってるんですけれども、まあ、この声優さんの声結構かっこいいよね。アディダース！さあ、そんなこと言ってるよりも、私自身の命の方が大事でございますんで、てか、もうさ、後ろから追ってきたっていうことはわかるんですけど、あそこ割れちゃってさ、もう足場がなくなってるから、お前どうやってそこを登っていったんだってことね。だからあれだよね、あの、R1 に出てくるさ、あれ、逆？右側から行った今。左からだね。さあ、そんな、レッツじゃ、そうだね、give me a chance、最後にかけてみたいんだが、よく上見たらあれだね、うにゅ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 うしてたっていうことね。これ、ちらっと見たら、わー、なんかすごいことになってる。めちゃめちゃこっちのこと攻撃しようとしてきてる。だったら、お前に、プランクトン注入、プランクトン注入したらあかんな。何やったっけ？あの、プラトニックだっけ？まあ、よくわかんないけど、あれだよね、歯をコーティングする、うんぬんかんぬんみたいな。で、こう、ビリビリビリって、これだけのものをね、ゴリゴリに持ち上げることができるって。うわー、なんかあれだね、上の方に、バリネードみたいなやつが出て、バリネードって言ってみんなさんわかります？ちょっとライバルが企業の話になっちゃうんですけど、電磁戦、違う。あれですよ。あれですよ。ゼルダの伝説、時のおかげに出てくるね、子供時代の最終ボスですよ。最終ラスティボス、燃えろ！ブーシ、あれ、届いてない、燃えろ！KT！ あれ？
てぃ。あれ燃えろ。よし、オッケー。さあ、行こうか。さあ、行こう。風に乗って。ほい。よいしょ、ホールド。どこまで行けるか、私の忍耐勝負でございます。あ、ちなみに難易度はそんなに高くないんですね。はい。一番、なんだっけ、ナイトメアだったっけ、ハードコアだったっけ、なんかよくわかんないけどさ、それをしちゃうとさ、もうマジでね、普通にやって15回くらい死ぬからね。うん。普通にやって15回ってね、まあ、一回一回こう死ぬたんびに全くもってリセットされちゃうっていうところがあるから、まあ、ラスボスなんだけど、まあ、これある種イベント戦的な感じになっちまうよね。さあ、ということで残る電源はあと一つっていうところで、お目覚め基地あられー。さあ、行こうか。ブーほい、燃えて、燃やして。これあれなんだよ、6発いけるのにさ、すげえ燃やし、あおーてい、あ、腕にもイボが生えてんだね。あーね、あるちゃんまたな。ほい。ぐーてい、やばい、危な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 い。ほい、あ、ちょ、そんな夜更けにバナナかよ。てい、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 これ当たってる当たってるかどうかもわかんないけど、とりあえず行けたんで、さあ、沈没、ビッグダディ、小林さんを、あーな、そこ行き、女王で沈めてやる。あ、一瞬チラッと、あ、復活早くない?巨乳を見ながら。これさ、こうなった状態で、お前の弱点は分かってるわって、ブワー、これ今待ってくれてないんですね。待ってくれてないってことは、もうこっちからお見通しでございます。さあ、ボジョレ・ヌーボー赤ワインタイム、ドゥーン。こんなさ、地面がさ、こう割れるくらいにさ、激しい。モンダリングやったらさ、もうやばいことにならないかって思うんですよね。てか、それを、これをさ、なんかマグナムとか撃った反動以上にさ、反動よりもまだマシな感じでさ、こう、持ち続けることができてるっていう、このジルの筋力素晴らしすぎないか、多分俺無理ですよ。発射準備を、ブニューン、ぐひゃ。あれ?さっきの戦いで乳首が確かジルなんか何十個もあったはずなのに、乳首なくなったね。うん。この地を浴びることによって、あの T に完成、あ、そうか、ジルはしないのか。はい、ということで、RE3 ボス戦、終いかがだったでしょうか。ということで、また、次のバイオでお会いしましょう。バイバイオハッツ。チャンネル登録もよろしく。